緑区は、相模原市を構成する産業政区のうちの一つである。区名は、公募により選ばれ、イメージが近いと思われる、緑区と、緑区の合計数が1位の、北区の得票数を上回ることを理由に、3位の、緑区が、行政区画投進議会より答申された。この投進とそれに基づいた市の決定に対し、人口過密の休止域と過疎化が著しい。 津久井地域を一緒の区にするのは無理があり、緑区という名称も山林や水源地という津久井地域のイメージで、投身されており、都市化の進んだ橋本のイメージに合わないと、橋本地区を中心に反発があり、一部の市民からは、橋本地区にある市の広域的な施設の名称すべてに使われている北を用いた北区に変更してほしいという要望や、 橋本地区単独での行政区設置の要望もあったが、市は、答申通り、緑区を使用すると発表した。また横浜市に緑区があり、JR 横浜線は、両区の駅を結ぶ路線である。このことから紛らわしいなどの理由から一部の横浜市民からの反発もあった。区の東側にある、橋本地区、大沢地区、 上山地区と山間部の多い西側の津久井地区、相模湖地区、富士の地区で構成され、地域面積の約77%を占める広大な区である。特に西側は南北にも広がっており、相模原市の最北端、最西端、最南端はいずれも緑区に位置する。区内を流れる相模川沿いに、鉄道や幹線道路が通り発展しているが、 同じ流域でも北東端を流れる境川が挟む一帯にある横浜線、京王相模原線の沿線で国道16号が通っている。橋本周辺と相模湖周辺にある中央本線沿線で国道20号が通っている。相模湖、富士の周辺のように日常生活、通勤圏などに違いがある場合もあり、区としての一体感は薄い。 山地河川湖省町名緑区内では一部の区域で住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。住居表示実施前の町名討論で河川がある町名はその全部、それ以外はその一部であり町名の末尾に数字がある場合には町名を表す。また城山地区の一部の区域では町名地盤整理が実施されている。 相模原北警察署相模原、赤十字病院サムエール、相模原4橋本店三オ橋本有リ橋本ら、フロール中継局電力橋本駅、北口橋本駅周辺の、超高層マンション路線バス高速道路、国道と県道公衆街道省原宿本陣、津久井せんべい。ありがとうございます。